公有財産売却オークションに登場。北海道武流郡の北流町は、同自治体の所有する日産、ディーゼル消防車をオークションに出品。北流町では、清井町戦略研究所株式会社が、提供するインターネット公有財産売却システムを利用して、不要になった車両や物品を売却している。 今回出品される車両は初年度登録1998年11月。最大積載量は 10T の3人乗り水槽車。水槽車は近くに消火栓などの、内山間部や高速道路上での火災や、震災時などで消火用水の搬送などに使用される、21.2L ディーゼルエンジンを搭載。 走行距離 9310km。使用に伴う内外装の劣化や傷があるとのことも、自治体においてメンテナンス管理されてきた一台。なお、この車両は速度抑制装置の、装備義務付けの対象外となる。予定価格は27万円とされており、オークション結果に注目が集まる。入札期間は、 2022年10月4日13時、2022年10月11日13時まで。なお、こういう財産売却オークションは、入札形式で行われる。通常のオークションのような競り売り方式ではなく、入札価格の登録は一度限りとなる。